はい、山田でございます。メンズエステについてお話しさせていただいております。なかなかねちょっといろいろネタは考えるんだけど100件更新しなきゃいけないからね。まあちょっと途中でやめたりとかしてるのを繰り返しておりました。まあでもね好きに喋っていいし、誰も聞いてないと思ってね好き勝手行かせていただきます。でね今日はセラピストさんとお客様の会話ね、会話大事ですね。詰まってしまっても下手くそでもいいから、会話しようと僕はセラピストさんにお伝えしております。でやっぱりね、会話ってさ心のキャッチボールだったりもするじゃん。会話から始まるものでもあるじゃんね。会話だけじゃないけどさキャッチボール、心のキャッチボールね。だけどやっぱりお客様もやっぱ会話しに来られてる方もいるんですよね。普段はもう女性と会話する機会がないとか人と会話する機会がないっていう方もいるしね、仕事上とか、家族がいないとかね、僕もそうですけども、そういういろんなシーンの中でねやっぱり人のぬくもりが欲しくて、いらっしゃる方もいるし、人のぬくもりということでその一つ人のぬくもりの一つとしてやっぱり会話、というのをされに来てる方もいます。背中腰が辛いからマッサージ受けたいなで会話もできるし、じゃあちょっとメンズエステ高いけど行ってみるかっていう方もいらっしゃるんですよね。その中でやっぱりでも上手に、まあ、疲れてたりとか、いろんなシーンでねお客様から話しかけてくださらないパターンも多々ありますよ、それは。で悪いけど寝させてくれ、静かにしててくれって思う方もいる、それも間違いなくいるんです。ただだいたい確率で言うとね8割の方はやっぱり会話したい、心とのキャッチボールがしたいと思っていらっしゃるわけです。なので、まあ、上手にね話しかけてくださる方、気を使って話しかけてくださる方はそのお話に乗らせていただければいいし、そうじゃない方もいるじゃないですか。なんかお互い人見知りとかね、初対面とは上手に話す、僕なんかもそうですよ、面接すげえぎこちないですよ、初めて会う女性と話さなきゃいけないなんてもうそんなの辛いものでしかないんですけど、でもまあそういう方もいるじゃないですかね。そういう方でも優しくニコッとね今日お仕事ですかぐらいから始めてもいいし、とにかく話しかけてみる、会話をする一生懸命さ、しようとする一生懸命さ、ね、上手に会話できなくていいんです。上手にお話できなくていい、ね、失礼な言い方になっちゃうかもしれなくてもいい、とにかくお話をさせていただく一生懸命 お話がしやすい環境を作る一生懸命さ、それを出していった方がいいと思いますね。なのでそうだよね、難しいんだよ。20も30も上のさ大先輩の殿方にね、対等にお話しするなんて、まあ、到底無理なんですよ。人生経験も違うしさ、20歳、24、25そこそこぐらいのセラピストさんがさ、バリバリのビジネスマンの 40、50代の男性方とさ、お話しするのなんてまあ無理ですよ到底。これはセラピストさんは低く言ってるとかじゃないよ、今までの経験値が違うじゃん、倍ぐらい生きてるんだから、だから逆に言うと上手に話せなくていい、これはだから、1ヶ月2ヶ月デビュー研修でね、1ヶ月研修した方がマッサージ上手かどうかっていう話と一緒ですよ。5年10年やってるセラピストさんとね、先月研修始めて今月デビューしたセラピストさんとそりゃ上手さは違うでしょ、それと一緒。それはでも別にあなたが悪いわけじゃないじゃん、経験値の違いじゃん。でそういった新人セラピストさんはマッサージが上手じゃない分一生懸命心を込めて額に汗してやるわけじゃないですか、ね、その中で一生懸命やってくれて癒されたなって思っていただけるわけじゃないですか。会話も同じだから、ね、デビューしたばっかりの、まあ、20歳そこそこの、ね、セラピストさん、ね、大先輩の殿方とお話する際も上手に会話できなくても一生懸命聞かせていただく、敬語間違えてもいいから、ね、ため語になっちゃっても、まあ、初対面とかじゃあんま良くないかもしれないけどいいから、
それよりもどんなお仕事されてるんですか、どういう、ご家族、あ、娘さんいらっしゃるんですか、可愛いですかとかね、もうとにかく話聞かせていただく。でそれが、何、心と心のつながりになっていくからね。うん、だからただ単に黙々、まあ、そういうのを望んでる方もいるけどね、うん、でも少ない少数だから、うん、たくさんお話、していただけるように、頑張ってみたらよろしいかと思います。失敗してもいいからね。それかもう最初に あんまり会話しない話しかけない方がよろしいですかみたいに、ゆっくりされたいですかって聞けるようだったら聞いてもいいけど、うん、お話ししてもよろしいですかとかって聞く方がまあちょっと前向きかな、うん、どうなんでしょうか、うん、でね、 あとまあ会話についてだと、まあだから、抜き行為の要求とかさ、お触りとか、それはもう禁止行為じゃん、うん、だからそれはもう断りです。それはもちろん断り方はいろいろ、この間例挙げて話したけどちょっと気持ち悪かったけど、断り方は気を使わなきゃいけないよ。お客様だしさ、お金払って期待して来てくださってるわけだから、あなたに期待して来てくださってるんだから、そんな冷たい対応はいかんと思うけど、でもその禁止行為はお断り。ただ会話はやっぱり完全個室だしね、メンズエステの多くは完全個室だし、そのお客様とセラピストさんしかいない中でね、普段会話でこういうこと聞けないような会話とか話とかもお客様にとっても聞いてみたいんだよね。若い子がどういう感じの恋愛してるのかなとか、それがただ単に興味かもしれないし、ね、別に嫌がらせで聞くっていうのはないと思うよ。うん、それかまあ恥ずかしがるのを見たいっていうのもあるかもしれないけど、でもそこはね、上手に、会話できるように、努力したらいいんじゃないですか。お客様だってやっぱ会話したいんだし、そのセラピストさんに興味があるわけじゃん。だから聞いてくださるわけだから、ちょっと踏み込んだ、話でなければね、まあ会話そんななんか話が嫌でしたとか言わずにね、上手に付き合う、お付き合いさせていただくっていうのも大事だと思いますね。それこそお客様も、あんまりその品のないお話とか、それこそね、例えばですけども、百戦錬磨のことね、初体験どんな感じだったのとかね、いくつの時とかって話の流れでさ、そういう風になったらさ、いやまだ高校生の時ですよ、彼氏みたいなそんな言葉のキャッチボールでな、まあ盛り上がったりする2人もあるかもしれないけど、まだそういう経験もないようなセラピストさんにさ、初体験いつだったのとかね、それはちょっとかわいそうだと思うじゃん、お客様にとっても。だからやっぱお客様もいいサービス受けたいんだし、やっぱ相手を見てね、ちょっと引いてるかなと思ったら別の話題に変えるとかっていうのはもちろんしていただきたいし、それがいいサービスを、よりいいサービスを受ける、やっぱり一つの手段だとは思うけどね。ただうちらお店側とかセラピストさん側で考えたら、やっぱり合わせる努力、なんか失礼なこと聞いてこられましたっていうんじゃなくてさ、うん、そういう方過去にいましたけど、すごい失礼みたいな、そういう人も、そういうセラピストさんに過去にはいましたけど、今はもういい子ばっかだから いないけどね、うん、そうじゃなくてさ、やっぱり合わせる、歩調も合わせるじゃん、一緒に歩くときに、ね、一緒に同じ空間にいるんだから、会話も合わせていった方が楽しいから、絶対お互いね、それがまた満足感につながったりするわけですから、うん、まあ当たり前のこと言ってるかな、当たり前のこと言ってるけど、会話はね、もう努力した方がいいですな。できない方は、苦手な方は努力した方がいい。僕だって苦手だけど、必死にセラピストさんに会いに行っていろいろ話しようとしてるよ。で、分かる人だったら、バレてると思うよ。必死になんか話題振ってくんな、この親父みたいに思ってるかもしれないけど、うん、でもそれがね、一つの心のつながりになることだし、それから初めてさ、お客様も本当の辛い思いとか吐き出してくれるかもしれないじゃん、うん、メンズエステに来てさ、体も癒して心も癒されたいんだよ。その時にやっぱりそういう話できる相手かどうかっていうのは、やっぱちょっと会話してみないとさ、わからないし、本当はこういう辛いこと大変なんだよっていうことを甘えたかったとしてもさ、
会話できないセラピストさんにはそういうことすら言えないじゃん、うん、でその辛い思いを吐き出させてあげたりとか、ね、トゲを、まあ、完全に抜くことはできなくてもさ共感してあげたりとかそういうことができたらさ、やっぱそこで人間関係が含まって来てよかった、癒された、この子でよかったって、俺のくだらない話聞いてくれて本当にありがとうねって、疲れたでしょって、ありがとうってなるんだよ、うん、だからねやっぱりねお客様大事にだよね、うん、どんな質問来てもそれはあの苦手な内容でも、その何、非常識じゃなければね、非常識な内容じゃなければね、うん、あんまり非常識な場合もあるからそれはそれでも合わせろとは言わないんですけども、うん、より一般的、ちょっと踏み込んだ内容でも一般的な内容、まあ、だなということであれば、苦手な内容かなと思ってもちょっと合わせてみる、 2,3 話してみる、その一生懸命さもあの見せていかれると皆さんのお仕事に、生かされるんじゃないでしょうか、偉そうに申し訳ございませんでした。